バクチズン並び替えたらソチンパク。どうも羽生結弦です。今日やってくのはこれ、週刊 FP とアイコニックモーメントの使用感をお周りで教えちゃいますキャンペーンやります。私令和チャンネルニートというこの強みを生かしまして、この FP とアイコニックモーメントに当たった5人と私の組む6人でもう 6P を昨日の夜の4時ぐらいまでずーっとやりまして、で実際与えられてたこの能力値スキルっていうプロフィール欄とやった時の違い、これを皆さんにお伝えする風俗ライター的仕事をなりわいとさせていただいております。どうも、RCA です。どうも、えいえい。まずはこのジョルジョワイナルダムですね。まあもうジョイサウンドの総数を出すワイナルダムなんですけども、まあグラマ93あってからワンタッチパス持っとるから、それはまあパスは普通に通るし、でフィジコンとかは結構ね79とか少ないんやけど、だからそれよりはもっとなんかボールガンガン取ってくれる感じはしました。まあでも普通に使えず、ちゃんとやってくれとるねって感じ。あの、なんか、高2くらいでベンチ入りして、高3でスタメンになるやつ。で、次はスコールズなんですけども、なんと今回、前回の、スコールズとの、近い、なぞ!わかりませんでした。なんかボディコントロールが前回よりも7高いよって言われてから、あ、確かにそう思ったら回転切りしやすいかなと思ったんやけど、プラシーボなので脳幹で、次がワタミ、ウオタミ、ベンジャミンことパパールなんですけどもごめんなさい、これは俺昨日考えました。まあ強いな、あのもう下馬用通り強い、あのまあパス上手いし、ではスピードもちゃんとあるし、今日外役との競り合いとかも負けんっていう。ただまあ確かにみんなが気になってるこれ守備的サイドバックっていうところはどうなのかって言われたら気になるっちゃ気になる。ここは無印やったらまあより良い商品だったのかなっていう感じではありますね。続きまして、この我らがチソンなんですけども、まあ、前回レジェンドの時はね、僕はチソンの能力値を見て、これはパクチソンじゃね、パクチンコだと言わせてもらったんですけども、これアイコニックモーメントにブーストかけた状態のパクチソンはまさにパクチソンだと、まあ、これで実際使った時どうなるのだと思って使ったところ、はっきり言います。パクチンコとほぼ一緒。ほぼ一緒。ほぼ一緒です。はい。パクチソコです。でもね、ワンパとスルーパス持ってないのは、ちょっときついわ。やっぱなんか、ああ、やっぱワンパ持ってないから、みたいなパスズレがたまに起こるから、もうそのためにちょっと萎える、みたいな。あ、でも相手のさ、ソルキャンベルとかの外役センターバックで鉢合わせたら、マジモブキャラみたいにぶっ飛ぶ、ドーンって。まあ、でもスタミナだけはカウントしとるから、とりあえず最後までは走る。もう技術とフィジカルに関しては勝てんからと、とりあえず走るみたいな。もうなんか大学の練習に入った高校生みたいな。もうそんな感じ。まあ、皆さんね、わかりました。自慢大会になっちゃいますけど、もうディアクルゼスキー、もうこいつはもうこの能力値見てもらったらわかる通りやばいよねって言いたかったです。なんか弱くない？え、なんか弱いんやけど。え、なんかツイッターとか YouTube のコメントとか見たらさ、いやクルゼスキーめちゃくちゃ強いよ最高ってみんな言うけど、なんか弱いんやけど。え、なんで、何、え、この高級料理すぎて庶民の下に泡型パターン。いやもうほんまに前情報がすごくて、もうこのお店のナンバーワン、性格もいい、プレイの幅も広い、で、おっぱいも大きいみたいなこと聞いとって、うわ、楽しみやな、うわーってやってみたら、みたいな。みたいな。まあでも、気で分かるところは分かるやんで、パスは上手かった、確かに。まあ、シュートもちゃんと入る。で、スピードは、スピード乗っとるときは速いんやけど、スピード乗ってないときカクつきすぎじゃない？バカカクつかん。え、だからほんまにみんなのコメントとか見ながら、え、マジでそんな強いかって思いながら、うん、使い終わったわけ、昨日もずーっと。もうなんか、初めてタバコ吸ったときみたいな。え、そんな美味しいみたいな。で、何回吸っても、あれ、まあ、みたいな。そういう感じやってて、マジで。悔しいよな、だから。だから、令和チャンネルこれからクルゼフスキー使うんで、ちょ、令和もっとこここうした方がいいよってあったらコメントください。俺もクルゼフスキー使えるようになりたい。まあ、というわけで早速、このスカットの集大成見せていこうと思うんで、早速、やっていきーばかり。実際にね、あのスカット使ってる間の勝敗、まあ、割とゴムゴムみたいな。めっちゃ曲げる時もあるけど、あーてか1214本やばいって。やばいやばい、そんな。その2段ぐらい上のやつ来てダメやって、そんな。上限の3みたいなやつよこすな。調子に関しては、ちょっとクルゼフスキー、ワイナルダム、そしてパバール、ここの3人が一番ポイントになってくる。さあ、どうだ？はぁー終わりやないかい！なんで今まで一回も引いたことない整理に今日なるんや。なあ、水泳大会当日に整理なるみたいな致命的な整理やめろ、お前。いやー、これだってもう集中したから絶対なんかボコボコされるから、これも集中します。すいません。レトルおしゃべりはもうここまでだ。クズ好き。立て。ナイス。ずれてる。まあ体勢悪かったら出せんっていうところで。まああの、あんまりなんかそのボディコンとかフィジコンって高いから調子乗るなって話。キャンベル、パバル。パス。うまい。いいねー。パバルアンパイやな。まあアンパイでチソン大学生が頑張ってこう、
行って、次。で、こっち、あー、チキショー、マジか。いや、まだそこのね、なんか小回りがあんま来た感じが。だからなんか、図に乗ったりが、クルゼンスキーにおんぶに抱っこしたら負ける。やべ。いやー、パワーラオンや、こけすぎやろ、あいつ。あははは。まあ、そこまで予定調和みたいなもんよ。クルゼンスキー、いいぞ。これからフィジカルで持って、そう、で、ここの肩つきやばくない？まあ、不調やからあれだけど、まあ、ワールもらえたらええんやけど、だからボール持ってからが重いやってこいつ。こいつだけエイヤ学園のボール持ってないって、もう重い重い。いくよ？はい。ちょっとこれサイドだ。そう、あえてサイド使う。で、パバールのいいクロス。スコールズ！いいね！オッケーオッケーオッケー！よしよし、スキム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 スワイナルダムがぶっ飛ばされてましたけど、シューバー。ダムじゃん？ダムじゃん、縦だ。ダムじゃん、これ、ダムじゃん。ダムじゃん。ボール持って、ボール持って、あ、ちょっと待って、危ない。よし。で、チソンが、いやー、通った。あー、どうしめん、オフやオフメインや、それは。それはオフメインじゃない。そうなの。コーナーもらえちゃいました。オンメインでした。はい。入れまーす。中に入れまーす。チソン、チソン！パパル、これ、ヘディング。誰か言って頑張ってくれですけどダメやふわふわボールすぎるだろお前お母さんバレーかちょ待ってあやばいやめていやー待ってこれ絶対切り返してくると思うからいやこれこのままいっかうおりやぶねーよしよし危ない危ないちょっとそれで上回ってこうお前の無人島のスタミナを生かしたプレーだこれはおしめちょっとそっちはすぐに顔出してくれる。これがチソンのいいとこ。クズ好き。あいつずれとるかおい、悪いとこ全部で取るわ。ちょっと待って。ああ、ミスったバカがおい、チソンのせいやぞ、これ全部はい、チソン、ナイス。シューバー。ナイス、クズ好き。ノーパスいいね。いいぞ、クズ好き。悪くねえぞ。チソンをあえて使う。ああ、絡まれとった。外国人に絡まれたアジア人ほど弱いもんはない。うん、やれやれ、仕方ねえな。どうやら相手はモスター。こっちは全力を出すほかないらしい。作戦 T で行くぞ。そう、作戦 T の T は、チソンの T! チソン、頂点にてセカンドトップ！これが俺のチームで最も最強の戦術。バカめ、俺が力を抜いてたことわからなかったのか。パクチソンが先頭に立った時、この軍は鬼神と化すぞ！もう実質大きい。クルトスキー。ここ、ナイスナイス、いい、クルトスキーよ。安定したプレイができてるよ、クルトスキー。それそれだ。お前のいいとこそれだ。スコーツ。クルゼンスキー。あ、いいの顔出してる。サイド。いやー、微妙かも。いや、整理から整理。なんとかやった。整理ホットラインが整理した。そして、ここで、スコールでめちゃめちゃエビみたいになっちゃった。うわわわわわ、ちょ、やだやだやだ、やだね、やだね。なんか、もうこの辺とか来そうだもんね。もう完全に、やばいよね。もう完全にやばいよね。いっちゃうよね、これ。やばい。あー。くそー。もうセンタリングいったと思ったのにな。ひどいし。クルゼンスキー。え、これ使おう。シーバー。ナイス！スコールズ。チソン！チソンもっと積極的に前にここだチソンクソンクソンじゃねえかこれじゃあパチクソンじゃねえかちょっと待っておいあ、待って嘘アップなってかお前何やっとんよこいつ何やっとんうちのゴールキーパーは散歩してくんなこっちにボケたじいちゃんかお前はクルゼンスキーは見たいんですけど私スコールズですいやスコールズがマジ要よしチソン待ってチソンこれドリブル持ってこういや死んだ死ぬまで早すぎる何しょぼんのアクションかこれはチソンのアクション死ぬまでが早すぎるやばい、ひどし、こっち、スコールズ、来たダムあーダムよし、ここは一つ、パワールから気の利いたパス出してもらうか。あそこだいいぞいいサイドチェンジ。そしたらここに、スコールズがいるいやー余裕でビエラし。え、ちょっとナイスそう、このシャツ行かせ !GK! ガーじゃん !82 分やろいけるいける、まだいける。ひでとし、縦、クルセスキ。いけ、縦行こう。そういいパスさすがクルゼンスキーそういうところさすがうわーマジかいやもうちょいもうこれどっち悪いの俺チソンどっちちょコメント書いて俺とチソンどっちが悪いかよっしゃスコールです抜けそうでここで出すならチソン戻ってくんだここだクルゼンスキー頼むよクルゼンスキーあーもうあーさあ作戦 T を決行してから後半一気に流れが悪くなっちまったしかも後で調べたら作戦 T じゃなくて J だし本来活躍させるはずのクルゼンスキーが全く活躍できなかった畜生こんな時にはクルゼンスキーを生かし
そしてチームをビチッとまとめられるような、そんな圧倒的カリスマはいねえのかよ。遅くなったな、令和チャンネル。その声は、まさか、ゼラさん。なるほど、このズラタン・イブラヒモビッチとディアン・クルゼンスキは同じスウェーデン出身、すなわちクルゼンスキを一番生かすな、この男。これでもう俺たちに敵はねえ、行くぞ。俺にクルゼンスキを使いこなすことができてほしい。でもこのズラさんの力を借りれば、俺にもクルゼンスキが使いこなせるだろうということで、これでやっていこうと思います。早速、調子なんですけど、ちょっと待って、クルゼンスキとあのワイナルダムはさっきのことよく考えて調子見せてな。せーの、はい。だからちょっと、ズラさん言ってよ、こいつに。全然やる気出さないけど、お前んところ20代。何？どうした？お前あれか、成人式とかで墓場で来るやつか、お前は。ちょっと、先ほど。ちょっといいね。いいっつったんだ。ズラさん、いいポジション。あ、待って、行った。嘘、ズラさん。やべ、ズラさんが思った以上重いかもしれん。ちょ、久々にズラさん使いたくて、今回ちょっと、その声はまさかこうズラさんにしたのに、ちょっとズラさんがそうでもないかもしれん。ちょっと待って、まずい。裏だけ気をつけて、ナイス。なんか衝突事故起きてる。人身事故と発生。あ、ズラさんこっち。ナイス。いや、危ねえ。いつこっち見よう。うん。いいね、ワイナルダム。いいところだ。ワイナルダム反省しとったからな。待て待て待て、落ち着け。ちょっと待て。キックウェイター後にまたゲージ溜まる、あの現象なんなん。サイド、ワイナルダム、はい、ダムちゃんいいよ。スコールズ、ここ、クルザスキ。ないね、クルザスキ。クルザスキだ！ズラさん！あの男見てやってくれ！遅い！いや、お前のスピードならぶち抜かなきゃダメやろ。いや、スコールズめちゃめちゃいい。スコールズが俺の中で空前好きだけど。ゲバ用の空前好きのところにスコールズがおる。そういうのもある。ズラさん。こっち、いや、いいね、スコールズ。で、抜けたと思わせといて、一回切り返して、相手の胸をついて、クルゼンスキー！いったお前のスピードミスだね！ブン！ウッドン！シャー！ハハハ！久々に点取った！クルゼンスキー！お前が好き！もうクルゼンスキーバンバン点取る。クルゼンスキーを持ってない人間が、もうなんかその、下唇を噛み締めて、もうなんかそこから血が出るぐらい、出血されて死ぬぐらい、クルゼンスキーの強いとこ見せます。でも、ちょっと傷、ああ、ダムチン目の前ボールあるて。シューマー戻れ。やべ、もうラッキー。なんかフィネスしたけど戻ってきた。何やろ、振り子みたいなムバッペ。え、待って、これもしかしたらクルゼンスキー、ポストプレイヤーとか横にいた方が、積極的に前出ていいんかもしれん、もしかしたら。ちょっと待ってくれ、欲しいな。待ってくれ、欲しいな。取れ。いやー、もうパワーあるやばくね、マジで。一時のパワー。ゾロさん、ナイス！シューベ。クルゼンスキー。来た、お前盛り上がってきたらクルゼンスキがーだーなんてやめちゃめちゃ振りかぶって外すな。くたばった時の資源残ろうか、お前。もう制球力めちゃくちゃやんけ。これまでクルゼンスキ行こう。クルゼンスキ。こっから、さらに逆に若手からベテラン、若手からベテランのパターン。なに？なん止められた？いいよ、別に。いいよ。いけたやん、今。パバール。こっち。いいね。パパルドリブルもマイク使うね。ああ、死んだ。おお、やるね。どうしよう。狙うか。絶対無理やけど。あはは。おい、ね、やばい。人にボールぶつけて遊べるわ。帝国学院出身だということがバレました。クルゼンスキ。いやいや、やばい。もうなんかさっきからずっと増えなっとるな。あれが韓国のクラブか。韓国のクラブってずっと増えなれて。パパル、ナイス。いいよ。チソンが一回こう、中出して、チソンの中出しな。かっこいいミシン。クルゼンスキ、完璧！よく残した！これはもう、言ってもらうか、ズラさんに。おりゃー！完璧すぎるだろ！その名機ため、王の姿をな！今日から、世界の中心は、スウェーデン！しゃー！検証結果、スコールズの目、しじみ！以上！